シナノで最後の、そして最大の抵抗勢力だった真田を味方につけ、北条勢はすんなりと川中島に陣を敷いた。北条軍と上杉軍は千曲川を挟んで向かい合う。この地の領主が見たと言っておるのです。己の目で見たことを申してみよう。へえ。お城から倉掛山に駆け足で、まず大勢のお侍がおりやした。あれは上杉の軍勢に間違いねえ。おらは川中島の戦いの時にさんざ見ておりやしたもんで、あの旗の模様は間違いございません。その数はありゃ1万2万じゃ足りやせんで。おい、今の上杉にそれだけの兵を集める力があるのか。物見に確かめに行かせております。上杉のことです。密かに兵を集めていたとも考えられます。それはまことか。はっ。どういうことじゃ。まさか春日信忠。そのまま再建。これはどういうことじゃ。どうやら企みが悟られてしまったようですが。どうするのだ。ここはこのまま攻めかかるしかありませんな。なんだと。戦には勢いというものがござる。今なら策を弄さずとも勝利は我らのもの。こちらには上杉を圧倒する3万の軍勢がおるでありませんか。拙者も真田殿に賛同いたす。上杉を叩くなら今でござる。徳川が海に入ったという知らせが届いておる。もし上杉に手こずり、その隙に貝を取られたら何とする。いや、ここまで来た以上上杉に背を向け退くというのはいかがなものでございましょう。決めた。ここは兵を引く。お待ちくだされ。これより我らは貝へ向かう。親方さん、戦は引き際が難しいもの。下手をすると追い打ちをかけられ総崩れになりますぞ。ならばしんがりはそなたに任せる。真田阿波守、少しは役に立て。目論みが外れたな。賛しておいて、さらなる不手際、せめてしんがり立派に務めてお前を返上せよ。生きて帰ったらまた会おう。うまく操ったな北条氏郎。わかりやすい男よ。わしの逆のことしか言わん。北条軍は上杉との戦いを避け甲斐に向けて南下。ところが一方の上杉景勝も家臣柴田重家の反乱鎮圧のために越後へ戻っていった。